さあオリックスですけれども、皆さん今日の試合は見ましたでしょうか。今回はですね、今シーズン第110試合目、8月の25日ロッテとの試合についてお話をしていこうかなと。 8.5 ゲーム差で首位攻防を迎えたわけですけれども、去年一昨年がですね、この時期になると首位攻防かなりこう激しいような展開が続いていたわけなので、ここまでねちょっと差が開くとなかなかエンジンが入りにくい、そんな展開だったかなというふうに思うんですが、勝てばですね貯金を最多に更新することができるということで、オリックスは山崎福也投手が、そしてロッテは種市投手ということで、佐々木朗希投手がね離脱している中、一番のエースと言っても過言ではない投手が先発ということで、ロッテとしてはですね、是が非でも勝ちたい、そんな展開だったかなというふうに思うんですが、なんとオリックスが4対3で逆転勝利ということで、素晴らしいゲームでございました。早速ですね、スタメンからお話をしていこうかなというふうに思います。まずスタメンなんですが、ご覧の通りということで、今日も1番渡辺選手に変わらずですね、右ピッチャーということで西野選手を2番に持ってきたわけですけれども、このスタメンがどう出るのか、そんな展開でございました。そして9番にショートで山松選手ということでね、久しぶりに2020年以来のショートということで、このショートの守備、この辺もね、どうなのか、紅林選手が下がった意味とかね、そのあたりも含めて見ていこうかなというふうに思うんですが、まずね、1回の表から見ていきますけども、幸也がですね、7球で三者凡退ということで、素晴らしいゲーム展開でございました。その後ね、1回の裏、2アウトから啓太が今日チームとしては初めてヒットということになったんですが、後続が凡退で2回の表に移ってまいります。1アウトから石川慎吾選手がセンター前にヒットを打ちまして、岡選手がですね、センターに2ベースを打つんですが、一塁からですねガッとホームに帰ってきて先制点をなんと許してしまうという展開でございます。しかもその後にねブロッソー選手にもセンター前を打たれて2失点目ということで、柿沼選手にもレフト前を打たれるんですが、なんとか3点目許さずということで、この回2失点してしまうわけなんですね。そして2回の裏、先頭の頓宮選手ですね、レフトに2ベースを打つんですが、3者連続三振で無得点で、3回の表に話が移ってまいります。幸也がですね2点取られたんですが、8球でこの回三者凡退ということで、しっかりとですね追加点ダラダラといかないというところでピシャッとやっていきました。3回の裏、ワンアウトから渡辺晴人選手がセンターにヒットを打つんですが、ケータそして森選手が連続でフォアボールで出塁する中で、頓宮選手が残念ながら凡退ということで、この回まで無得点が続いてしまいます。一方4回の表なんですが、幸也はですね6球で三者凡退というところで、非常にねロッテ打線が早打ちというか、もう甘い球が来たら、どんどん振っていくというような作戦で来たんですが、結果的にはね幸也がこう省エネピッチングをしていくという展開になるわけです。4回の裏、ワンアウトから野口選手がライトにヒットを打つんですが、若月選手、山内選手が三振でこの回も終了ということです。5回の表、先頭の茶谷選手がレフトにツーベースを打ってですね、柿沼選手がバントで三塁に進む中で、藤原選手がですねセンターに犠牲フライというところで3点目を献上ということでございました。山口選手がですねライトにヒットを打つんですが、4点目は許さないというところで、5回までで3点を失う、そんな展開でございます。そして5回の裏ですね、先頭の渡辺選手をフォアボールで出塁するんですが、合わせてですね西野選手がライトにヒットを打って1塁3塁ということで、もう叩きつける、なんか高校野球、元言うと中学野球みたいな感じでですね、ファーストの頭をこう、こす、そんなヒットで、足の速い渡辺選手は三塁に行くんですが、この後にですね、森選手に打席が回ってくるということで、森選手としてはスリーランなんか狙ってたのかなと、そんな展開でしたけれども、ライトに犠牲フライを打って1点を返すということでございました。8.5 ゲーム差空いてるっていうのは、客観的に見ている我々が、認識しているだけであって、当の本人たちはですね、やっぱり首位攻防っていうので、かなりやっぱ気合が入ってるのかなっていうので、特に森選手見ていくと、やっぱ甘い球をね、ミスショットしたりとか、そこまでミスショットに見えなかったんですが、求めてるちょっとレベルというか質が違うんでしょう。全然納得いってないような感じで、全然あかんの自分っていうような感じでね、どん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 気合を入れてたのも印象的でした。そして、頓宮選手がね、サードにフライを打つんですが、残念ながら2点目ならずということでございます。6回の表ですね、2番手に小北投手が登板をするということで、今日の幸也は5回64球3失点で降板ということです。奪三振3、被安打6という結果になったんですが、先頭のポランコ選手にライトにヒットを許すんですが、後続はしっかりと抑えて無失点で切り抜けます。そして6回の裏ですね、先頭の宗選手がフォアボールで出塁をしてですね、野口選手がレフトにヒットということで、なんと野口選手なんじゃかんじゃで4試合連続マルチ安打でございまして、ここ最近ずっとね出てますけれども、野口選手のね一つの魅力としては、左バッターなんですけど、左ピッチャーにそんなに
苦にしてないっていうのが、まあ、魅力なのかなというふうに思いました。まあ、なので、4試合連続ね、ヒット打ってる。またどっかで、もしかしたら不調の波が、寄せてくるのかもしれないんですが、今の間はですね、続けて出すことができるっていうので、結構ね、外野の層がちょっと厳しく、今なってますよね。1軍、2軍、ともにですから、抜きに出てる選手が本当にいない状態なので、まあ、おそらくね、ラオ、また最短で、上げてくるんじゃないかなというふうに思ってるんですが、そうなってくるとね、1番誰が打つね問題がまた出てきますから、レフトにラオを置いた時にですね、まあ渡辺選手が下がってきますから、1番ラオなのか分かんないですけど、まあ下位にラオが置くのであれば、1番野口選手とか十分ね考えられると思うので、この今の調子みたいなところをしっかりと、まあ、キープできるというか、しっかり食らいつくことができれば、もっともっとオリックスシーズンはもう愚かですね、クライマックス日本シリーズも、どん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 躍進できるんじゃないかなというふうに思いましたね。そして山田選手ライトにヒットを打つということで、これ満塁に、まあ、なるわけですけど、まあ、中島監督はですね、ちょっとこのお怒りというか、まあ、二塁ランナーの宗選手帰ってこれるんじゃないかっていうような、感じで言ってましたけども、その後もね、なんか宗選手が結果渡辺選手の粘り勝ちでね、ライトに犠牲フライを打って2点目追加するんですけど、宗選手帰ってくるときに、まあ、ちょっとこうですね、ウェルカムムードというよりかはちょっとこう何ですか、微妙な雰囲気というかですね、中島監督もちょっとあれはみたいな、なんかそういうことを思いながらハイタッチしてたのかなって、ちょっとこう勘ぐってしまいましたね。はい、で結果西野選手がですね、続いてレフトにヒットを打つということで、ここで同点になりました。ちょっとね、1番2番渡辺春と西野選手もう遊ぶのやめてくれと、またここでチャンス回ってきてね、しかも首位攻防ですよ、 8.5 ゲーム差空いてるとはいえですね、ちょっとここで点取れへんかったオリックス痛いでということで、もういいんじゃないかなっていうふうに思った矢先にですね、もう配信をしてたら絶対言ってました、その矢先に渡辺選手西野選手で2点追加ということで同点してますから、本当にもう黙っとけという感じになるわけですけども、しかもその後ね、初球を啓太がセンターにヒットを打つということで、まあ、逆転でございました。まあ、種市投手がですね、てんやわんやしてる間に気づけばオリックス3点追加してるということで、4球で2点追加をするわけでございました。ここがね、まあ、王者の貫禄というか、この緊張感っていうのは久々ちょっとね、ゲーム差的にもちょっと今年独走ムードが漂ってたのでなかったわけじゃないですか。まあ、なのでいい緊張感の中でこの点数を取って勝つことができたっていうのは非常に大きかったんじゃないかなっていうことで、この6回の裏が非常にポイントでしたよね。そして7回の表3番手に山川が上がります。佐藤俊也選手にセカンドの内野安打を打たれてですね、藤原選手がバントをするんですが、これね、リクエストしてたらセーフやったんちゃうかなっていうので、直前にね、この回の先頭の茶谷選手のセカンドゴロで、リクエストしてるんですよね。なのでもう一回ちょっと使うのはっていうので手こずやめたと思うんですが、まあちょっとね、井口監督だったら絶対使ってたと思いますし、これね、ワンアウト一塁二塁か2アウト2塁から全然違うと思うので、ちょっとここは助かったなという感じでございました。結果2番のね、山口選手フォアボールで出塁をさせてしまうんですが、その後のね、3番の中村翔吾選手を三振で切り抜けて、終了ということでございました。山岡投手もね、かなり気合が入っておりました。そして8回の表4番手に上がったのが山崎総一郎投手というところで登板するんですが、2アウトからですね、岡選手が、まあ、レフトにヒットを打つということで、ブロッソーも三振で結果的には終了するんですが、ここも素晴らしかったですよね。そして9回の表最終回、5番手に平野義久投手降臨ということで、アウトから佐藤俊也選手がショートに内野安打打つんですが、後続を抑えてこの試合勝利ということでございまして、250セーブまで残り7ということで、まあね、10切ったあたりからカウントダウン始まるのかなと思ってたところで、やっとですね、こう7になったタイミングで、解説の方も、言ってくれてたので、このまま誰も、吉久の250セーブ言わないまましれっと達成するんじゃないかってちょっとね、ビクビクしてましたけどもね、そこはさすがに異業中の異業ですからね、カウントダウンしないわけにはいかないということで、今シーズン中に250セーブを大師匠が達成するかもしれないですね。ということで、今回のお話は先ほどまで行われたロッテとの試合についてお話をさせていただきました。明日が勝てば、マジック9年ぶりに点灯ということで、先発は山下俊平太投手でございますけれども、いかがでしたでしょうか。個人的にはね、配信できたらなというふうに思ってますんで、ぜひ、お暇な方は遊びに来てもらえたらなというふうに思っております。合わせて今日の試合について何か思うことがありましたら、ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなと思います。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。あとツイッターのフォローもぜひお願いします。それでは今日もありがとうございました。